はい、こんにちは。今回は日本人の名王者たちが KO 負けを喫した4試合を紹介いたします。バンタム級に階級を上げたファイティング原田選手は世界バンタム級4位にランクされ、1963年9月に世界バンタム級3位のジョー・メデルと対戦いたしました。ジョー・メデルは日本のリングで関光則選手、八百板選手を破っており、すでに80歳のキャリアを誇る実力者で、黄金のバンタムエデル・ジョフレへの挑戦をもくろむ原田選手にとって勝たねばならないボクサーでした。序盤から原田選手はリズムに乗り、早い出入りからの見事なコンビネーションパンチで世界3位のメデルを圧倒してまいりましたが、6ラウンドにメデルが原田選手のパンチを見切り出して見事なカウンターをたびたびヒットさせ、原田選手はダウンを喫しました。原田選手は立ち上がりますが、このラウンド合計3度ダウンを奪われ、世界ランカー同士の戦いにレフリーが終止符を打ちました。WBC 世界スーパーバンタム級王座を7度防衛した西岡選手は2012年10月に WBO 世界スーパーバンタム級王者ノニト・ドネアと戦いました。西岡選手はジョニー・ゴンザレスやラファエル・マルケスといった強豪ボクサーを破り、一方ドネアはダルチニアン、ムザラネ、モンティエルなど数々のビッグネームを破ってまいりました。スピードキングと呼ばれた西岡選手よりフィリピーノフラッシュははるかに速く、さらに瞬発力、反応の速さでも西岡選手を凌駕し、1ラウンドからドネアのペースで試合は進み、一方的な展開となってまいりました。ドネアはリズムに乗りながらパンチを放ち、サイドへの動きも入れて西岡選手を翻弄し、6ラウンドに左アッパーを突き刺してダウンを奪いました。防戦一方だった西岡選手は第9ラウンド、劣勢を挽回すべく意を決してモンスターレフトを振るい逆転を狙いますが、フィリピーノフラッシュは冷静に対処し、ノーモーションの右を当てダウンを奪いました。元 WBA、WBC 世界スーパーフェザー級王者で歴代日本人世界王者の中で最多試合を誇る
小林博選手は1971年10月に若き日のロベルト・デュランと拳を交えました。元統一世界王者小林選手はデビューから10年近く経過しておりますが、デュランは3年半ほどのキャリアで25戦全勝、22KO とデビュー以来快進撃を続けておりました。若干20歳のロベルト・デュランはほとんどの試合を早いラウンドで対戦相手を KO しておりましたが、小林選手の巧みな防御技術とカウンターに苦戦し、なかなか思うようにクリーンヒットを奪えなかったのでした。しかし後に歴代ライト級最強と呼ばれ、世界4階級王者となったデュランはプレッシャーを強烈にかけて、7ラウンドにやっと元統一世界王者を捕まえ、強打を炸裂させました。沖縄の興南高校卒業後、プロデビューした具志堅選手はデビューして2年4ヶ月で世界挑戦いたします。世界王者のファン・グスマンはリトル・ファーマンと呼ばれ、21勝15 KO 1敗うち初回 KO 勝ちが11度という強打の王者です。具志堅選手は序盤から軽快に動き回り、一発を狙う王者を回転の速い連打で圧倒し、ダウンを奪っていきます。冠鷲と呼ばれた具志堅選手はその異名通り、相手がひるむと一気にラッシュをかけ、猛烈なパンチを振るい続けるのです。強打のグスマンから奪った世界王座を具志堅選手は13度防衛いたしました。この防衛回数は未だに破られていない日本ボクシング界の記録でございます。具志堅選手が14度目の防衛戦に迎えた相手はタフなメキシカン、ペドロ・フローレスでした。フローレスは前回13度目の防衛戦の相手で具志堅選手が判定勝ちといたしましたが、12ラウンドにはロープに詰められて連打を浴び大苦戦の勝利でしたが、今回の防衛戦は初回から連打を繰り出し、フローレスを圧倒いたします。しかし前回の試合で王者を追い詰めたフローレスはスタミナが旺盛なボクサーで、今回も中盤から猛反撃を敢行し、8ラウンドに凄まじい連打で王者からダウンを奪います。ダウンを奪ったフローレスはその後も猛攻を見せ、12ラウンドにもエンドリスの連打で具志堅選手からまたもやダウンを奪います。具志堅選手はなんとか立ち上がりますが、セコンドがタオルを投入し、具志堅選手の防衛記録に終止符が打たれました。